はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の誠お兄さんの卒業についてですね。先ほど卒業記者会見が行われて、そしてあずきお姉さんも泣いていてとても悲しそうな顔をしていましたね。また先代の体操のお兄さんはよしお兄さんですが、よしお兄さんがとても長かったんですよね。なのに誠お兄さんはちょっと短めとなってしまいましたね。なので今回私も予想は雄一郎お兄さんの卒業としていたんですが、かなり外れてしまいましたね。そして誠お兄さんが正式に卒業ということになりました。この情報に関しては次々に本日中にいろんな情報を上げていきたいと思いますので、皆さん動画をチェックしてみてくださいね。はい、今日はお母さんと一緒の誠お兄さんの卒業についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。